さっさと清掃して売り上げの精算よろしくね。はい、フロント、お湯の出が悪い？お客さん変わるたびに入れ替えないで使ってよ。え？汚い？入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。はい、乙姫ランドでございます。なんだ、なのはちゃん。ん？ああ、そう。休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？え？早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ？ん？泣いてんの？やめてよ！うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。ああ、たくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ。バリが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ？はぁ、ん？なんだ、あんたら喧嘩売るためにやってきたのか。え？ハロワの親父からは、なんとか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まあ、あの神戸って所長には申し訳ないが、やめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ、春日。おい、一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりして、こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か？ケツ持ち呼ぶぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る横浜清流会だ。それでもいいのか？ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前。本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの？働かせてくださいや、店長。あ？何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。日本風俗の侍、現金帳から撤退せよ。おう、なあ、
よ。で、おい。はい。いえ。
なあ。はい。なんだって？はい。え？いや。なんだ？おい。じゃあ。いいや。
満席か。おい、あれ見てみろ。ナノハだ。よし、早速問い詰めようぜ。バカ、素直に裏引きを認めるわけねえだろ。問い詰めんのはこっちが証拠をつかんでからだ。ここは元刑事の言うことを聞いとこうぜ。はいはい。すみません、ただいま満席でして。いや、待ち合わせなもんでね。菜の葉の前に座ったな。あの男、裏引き相手なのか。二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言たって、こっからじゃ何にも聞こえねえぞ。カズマ、スマホ持ってるな。俺に電話かけろ。あのすみません、ただいま満席でして。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよな。いいだろ。はい、どうぞ。すみません、わざわざ来ていただいて。大丈夫ですか？ずいぶんと疲れたお顔で。最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。今金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いねえ。待て、受け渡しの瞬間を抑えてからだ。なんとか200万。はあ、うん、残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱり。まさかお父さんにと言ったのはあなたですよ、今さら。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね、やっぱりわかるでしょう。でも完璧に。はい、でも父も。え大丈夫ですね。はい。全てがお父さんもあなたも慣れますから。父に会うことは。それはできません。その方がいい。父をお願いします。わかりました。さ、もう行きなさい。なんで女が金を払ったんだ。しかも200万って尋常な額じゃねえぞ。何か事件に巻き込まれてるんじゃ。事件ってどんな。詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ。いっつらな。悪い。おい、おっさん、謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ、こいつ骨折れちゃってるぞ。なわけねえだろ。すまねえが俺たちは急いでんだ。時間がねえなら金で解決するしかねえよな。治療費として10万ほどもらおうか。付き合ってらんねえよ。じゃあな。当てやこら。俺の番ね。してみろ。かかってこいよ。やってみろ。ほら来い。ほら来いよ。いや。
やがれ。こっち見ろよ。なめんな。見てろよ。なめんなよ。あっち。俺の番だ。なめんなよ。おっしゃ、行くぞ。おう。なあ。社会福祉法人、おそらく介護施設だろうな。随分と風情のある建物だけど、こいつは確か明治時代に建てられた旧財閥系の銀行の建物だ。何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな。日だまりの城か。気品漂ういかにも高級そうな施設だな。確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよな。うん。ってことは親父さんが入所してるのはここかもしれん。じゃあさっき社店で会ってた男はここの職員か。だとすりゃ何の事件もねえよ。彼女はただ親父の施設料を払っただけだ。どんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか。施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だぞ。まあそう言われりゃそうだが。喫茶店の会話覚えてるか。彼女はあの男に親父に会わせてほしいと頼んだが、あいつはそれを拒んでた。
だまりの城受付窓口でございます。あのこちらに菜の葉さんのお父さんが入居してますよね。菜の葉さん、ああ向こうだ菜の葉さんのことですね。お父様はこちらにご入居ですが、何か俺らその向こうだ菜の葉さんの職場のもんなんだけど、中に入れてくれねえかい。すみませんが面会は親族のみとなっております。ああ普通はそうだろうな。いや面会ってわけじゃねえんだ。実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよ、菜の葉さんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね。申し訳ございません。当施設では入居契約が完了するまでは内部に立ち入ることができません。え？内部の様子はホームページにてご確認いただけますので、そちらをご覧になってください。質問もホームページからお受けしていますので。見学さえできねえなんていくらなんでもおかしいだろよろしくお願いします。お？おい、何もらったんだ。さあ、風俗かなんかのチラシだろう。金のねえ俺たちには縁のねえ話さ。おいおい、これ先着1名様無料って書いてあるぜ。はあ？そんな都合のいいもんあるわけねえだろう。絶対何かしらの名目で金取られるに決まってる。そんなの読んでみねえと分かんねえじゃねえか。ソープで生まれた俺が言ってんだ、間違いねえ。お前が無償してる間に業界だって変化してるかもしれねえだろうが。稼いだ。おい、先着1名だぜ。ぜもしもし、あの先着1名無料。はい、おめでとうございます。お客様が一番乗りです。うっしゃ。はい、
ではお客様、お名前と。おお、名前は足立だ。治安の悪い場所ですからね。一番人気よ。サービス精神旺盛だな。うちの良さを味わってほしいですから。ええ、向かわせるってどうだったんだい。いや、聞いて驚く。本当か。本当だ。最近の風俗はすげえんだぞ。お待たせ。あ、いやー、ゴー、なんだお前。アダチ様ですか。そうだけどよ。お待たせしました。デリバリーヘルプのゲリー・バスター・ホームズです。デリバリーヘルプ、その風俗じゃねえのか。なんなん。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするぜ。あお、ちょうどいいところに。お、なんだかわからねえが、行くぞ。さあ、来いよ。俺の番だな。ザコだ。やってやるぞ。誰を呼ぶか。やめんな。デリバリーよろしく。即死と副上司、好みはサービススタートね。ウィキーネイダリーネ、フィニッシュネイ。またのご利用お待ちしてます。なんだこいつ、強すぎる。さて、とどめです。即死と副上司、お好みは。ごめんなさい。コーラにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。お、おう。それでは、グッバイ。一体何だったんだ。さあな。はあ、俺の無料風俗が。デリバリーヘルプか。金はかかるが、いざという時に使うのもいいかもしれねえな。